ですね、やっぱりオープニングは景色のいいところからということで、こう登れば非常にいい景色が見える。階段、朝からかんで階段上がってね、螺旋階段ちょっと疲れましたよ。で、やっぱり登っただけの甲斐がありました。見てください、富士山、裾野が綺麗です。それだけです。いやいや、十分ですよ。いやー、あの雲の向こうにあるわけですよね、はい。これ見るとそういうことだよね。そうですね、これ、まあ、本来はこのような景色が、晴れた日こんなに、そして今日はこんな感じ。ねえ、いやー、ということで富士山が見える場所というのはたくさんありますからね。そうですね、こんなに綺麗に見える場所、こう静岡県富士市、そのまんまです、はい、富士市です。もう富士がつきますからね、はい。半田隆俊さんの自慢をいただきました。富士市の自慢、一つ目、住宅街にある親子富士。なるほど。で、富士山が見えて、その住宅街に子供富士がある家がある。お自慢の2、富士市の甘いガンモドキ、ガンモイッチも最高です。ガンモドキとガンモイッチは違うんですよ、だからね。そういうことだね。甘いガンモドキ。ガンモイッチも最高ですね。ガンモイッチ自慢の3、大淵笹場から見る富士山。同じですよ今日。いやいや、そんなことないです。どこ行っても、え、行ってみますか。行ってみましょうよ。わかりました。お、そして番組調べの追加情報、給食の人気メニュー、サイダー缶、これ当然缶に入ってるプシュっていうサイダーっていうね。あ、そういうわけで、あれ、あ、暑いから、はい、今日は飲もう、これこんなものを用意されてしまいました。これで三宅さんの富士山の場所に当てていただくと、まあこれを今日一日中使っていろいろやろうということですけども、これはもうここでもう最後になってます。東京生まれ東京育ち、そんな三宅さんが皆さんの自慢のふるさとを訪ねる旅へと出かけます。今回訪れたのは静岡県富士市。人口はおよそ25万人、浜松、静岡に次ぐ県内第3の町です。富士山の南側に位置し、市内どこからでもその雄大な姿を望むことができます。そして富士山に一番近い港、田子の浦港で味わえるのが生しらす。しらすを傷つけずに漁獲できるしらす一艘引き網漁で、漁短時間で行い、船の上で瞬時に大量の氷で締めるため、鮮度抜群のシラスが水揚げされています。そんな富士市で、今回は4つの自慢を巡ります。地元の人たちと触れ合うのんびり旅。青に山の緑、自然が彩る美しい町で出会ったのは、100年以上昔からある、あれ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 、時代を超えて愛され続ける甘い甘ごとき。富士市ならではのちょっと驚きのご当地グルメ、そして三宅さんを待つ感動の景色とは。それでは旅の始まりです。三宅裕司のふるさと探訪こだわり田舎自慢。
この番組は心ワクワク夢グループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。旅の始まりは富士の国田子の浦港公園にある展望施設富士山ドラゴンタワー。天気が良い日には美しい富士山を望むことができます。そして富士山今見ましたけども、当然静岡ですから富士山からずっとちょっとこっちへ行ってみましょうね。おー素晴らしい、これですよ。いや水が綺麗なのがここからでも分かりますね。綺麗ですよね。いい色してますね。はあ。富士山の反対側に広がるのは美しい駿河湾の風景。水深は最も深いところで2500メートルに達し、日本一深い湾としても知られます。じゃあ早速向かいましょうか。向かいますか、はい、親子牛住宅街、はい、降りていけばいいですね。そうですね、はい、降りますよ。こうして始まった静岡県富士市の旅、この先にどんな出会いが待っているのでしょうか。三宅裕司のふるさと探訪こだわり田舎島、静岡県富士市の旅。住宅街にある親子牛、はい、これをまあ探しに行くわけですけど、住宅街に今向かってるわけですよね。そうですね、海のそばから。まあでも静岡の人が富士山の自慢せずにいられないですよね。まあそうですよ ね、ここはいいポイントだよみたいな。今日ちょっと残念な感じですけど大丈夫です、雲を逃しておきましょう。ありがとうございます、はい、逃してください。お願いします。はい。そして富士山ドラゴンタワーから車でおよそ10分。おっといい天気になりましたが、はい、暑いです。住宅街に来ましたね。そうなんですよ、はい、ここの住宅街にある親子富士、はい、富士塚。ちょっと待ってくださいよ。鈴川の富士塚は富士登山の前に身の汚れを払う場所だよ。あ、これほとんど車で今行けちゃうけど、はい、下から行くとこういうのがいっぱいあるんですよね。ここで身を清めるとか、いわゆるここは富士登山の起点となる、そういうことですよね、はい、うん。やってきたのは住宅街である鈴川の富士塚。海抜0メートルにあるこの場所は室町時代後期から江戸時代初期に人々が富士登山の前に安全を祈願する場所として作られたと伝わります。しかし自慢の親子富士とはどんなものなのでしょうか。その自慢の謎はこの奥に。自慢の謎はこの奥に、はい、それではまた来週。違います、違う、これから、はい、じゃあこう言ってみればいいんですね。そうですね、はい。どうなんだろう、この参道はなかなか、小高いものがありますが、ちょっと待ってください。あった、出ました、話題の撮影場所、親子富士。この塚があって、その上に富士山が来る。なるほど、これか。曇ってるとこれほど意味のないものはないですね。いやてか分かんないものは、まあそうですね、ね、あ
の上に富士山が来るのが親子富士であって、今全く今富士山見えないですよ。雲で結構晴れてるんだけど、あそこだけ雲があるというこういうことですね。行けてます、もうちょい下です。こうもうちょい下です。こう、右側です。もうちょいです、もうちょいです。はい、来ました。はい、じゃあこのカット使いましょう。はい、いただきました。石を積んで作られた富士塚。この富士塚を撮影ポイントから眺めると見ることができるのが自慢の親子富士。雄大な富士山と富士塚が一つに重なる、なんとも不思議な風景なんです。この日は残念ながら見ることができませんでしたが、せっかくなのでお参りすることに。玉石っていうんですか、これは富士登山ゼロ地点の鈴川海岸の浜石を皆様に代わって持ってきたものです。一個ずつ持って富士塚の浅間宮に奉納して祈願してくださいということですね。これすんごい熱いな、これ俺持ってらんないんだよ、これ。はあ、はあははあ、じゃあちょっとこっち行かせてもらって、あ、この石も富士山に見えるようになってますね。ここに行こうね。どうなんですか、こういうこうね、行きました。空が澄んでいれば富士塚の上からも素晴らしい景色を見ることができます。次に訪れた時にはこの景色が見られますように。でもこっから登り出す人もいるんですよね、ちゃんと。そうですね、はい、どこのお参りをして、その方が当然信仰の山だからいろんなことがご利益があるだろうということですよね。ということで、いやもうだってだいぶ青空が近づいてきたでしょ。あ、富士山にね。本当に富士山が見えないだけですもんね。そうなんです。ということで次行きます。一つ目はここで、一つ目はここですよ。はい、次は朝富士市の甘いがんもどきがんもいっちも最高です。はい、はい、わかりました。甘いがんもどきということでちょっと向かいましょうか。そうですね、ガンモドキの甘いやつ。はい、ガンモイッチ、ガンモイッチ、はい、すごいですよ、なんかケーキみたいですよね。 CM の後は郷土の味、甘いガンモドキが登場。絶品です。三宅裕司のふるさと探訪、静岡県富士市の旅。そう、富士市の甘いがんもどき、がんもいっちを食べるってことはもう確実ですよね。そうですね、食べ物ですからね。だいたいがんもどきってのはもどき料理ですからね。ほう、江戸時代にお金のない庶民が、はい、その鶏の肉が食べられなくて、はい、なんとかもどきってのがいっぱいあったわけですよ。肉とか食べられなくてね、はい、そのがんっていうのはあの鶏ですよね。おのもどき料理でしょうから、お豆腐で作った。なるほど。それをまた甘くしてあるという、はい、ことですから、もう庶民の知恵が詰まっている。おということで今からですね、うん、あの金沢豆腐店さん、静岡にある富士市にある金沢、はい、豆腐店、はい、はい、楽しみです。はい、鈴川の富士塚から車でおよそ15分。というわけで、この甘いがんもどき、がんもいっち、はい、これをちょっと食してみたいなと、はい、そして日が出てきまして大変暑いです。私はいつでもビールが飲めます。行ってみましょうか。あ、あのお面からしよけ。
生より俺が怖いよ。人間が怖いよ。かなり怖いですね、これ。すごいよね、カラスよけ。で、こちらは、おお、金沢豆腐店、こちらです。スイーツがんも、昔からある。あれ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 。もう大丈夫ですね。はい、お声かけてます。それでは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ふるさと探訪という番組で来まして。どうも、ありがとうございます。ここの地元に住んでる方がですね、はい、半田さんという方が、あ、半田さん、はい、富士市の甘いガモの木、ガモイチ、はい、最高です。あ、嬉しいです。数字盤をね、はい、してくれまして、ぜひともそのガンモイッチを、はい、ちょっと食べてみたいなと。あ、ありがとうございます。思いまして、今そこの前見たら、はい、100年前からあるんですか。そうなんです。あのガンモトキ自体はですね、はい、いつからこのガンモトキを作ってるのか、年配の方もわからないと、はい、で考えてみたらですね、お葬式とかお法事、うん、で仏事に関係する時に終わったと払いの膳ってありますよね。はいはいはい、はい、でその払いの膳の一品として必ず、うん、載ってたものです。まあ、これこちらなんですけど、はい、すごいですよ。なんかケーキみたいですよね。へえ、ここから見た感じはね、焼き菓子みたいな。そうですね、ね、ちょっと白い方も持ってきましたけど、ちょっとね、焦げてる方が美味しいんですね。甘香ばしいという表現の方が、うん、適してるんじゃないかな。いや、だから洋菓子みたいですよね、見た目ね。そうですね、クッキーというかね。はぁ、い、こちらが自慢の甘いがんもどき。富士市で100年以上愛され、今ではスイーツがんもとも呼ばれているそうです。じゃあこれかぶっていっちゃいますか。スイーツガンモ、よろしくお願いします。周り香ばしいのはちゃんと残ってます。で、味付けの周りの甘さがあるんですけど、お豆腐も甘く味付けてあるので、香ばしさと甘いお豆腐、そこにいろんなものが入ってる、そういうものの香りがちょっとくるという、そういう感じですかね。やっぱりスイーツみたいな感じなんですか。いや、味付けはスイーツみたいな感じですけども、ガンモの時ですね。豆腐の味ですね、は残ってます。この甘さ、なんでしょう、なんか蜂蜜とかメープルシロップとか、そういうような感じがしちゃったんですけども、はい、本当は何で甘くしてるんですか。白砂糖で、白糖です。白糖、はい、はい。こういう味になるんです。じゃあ香ばしさと一緒になると、ちょっと、はい、そういうシロップ、メープルシロップというか、そんな感じになったんですかね。そうですね、これ砂糖の焦げですのでね。あ、はい、砂糖の焦げた感じだ。あ、それだ、それだ、はい。あ、それで香ばしさ、そうですね、持つという。創業100年以上、金沢豆腐店さんの味付けがんもは、潰した豆腐に人参、黒ごま、白ごま、さらに砂糖を加え、生地自体が甘いのが特徴。4枚の花びらのような形に整え、油で揚げていきます。昔ながらに手揚げで仕上げていき、生地の砂糖に焦げ目がついたら完成です。1日に作るのは300枚以上。子どものおやつやお茶受け、夕食のおかずとして、昔から近所のお母さんたちに人気だといいます。いや、昔の人いい味付けましたね。そうです ね、 ね、日本人すごいですね。はい、ちょっと私も予想の人にあげるとですね、これびっくりっていう、ね、はい、
それでスイーツガンモっていうこれがガンモイッチかと思ったんですよ。はい、あのガンモイッチはですね、ガンモイッチっていうのはちょっとサンドイッチの、今そう思った。さすが、さすが、ガンモイッチ挟むっていうことですね。そうです、はい、さすがです。こちらが富士ガンモイッチ、早速いただきましょう。ガンモドキがパンに挟んであるということですよ。え、俺今ちょっとガンモドキで挟んであるのと思ってます。この中がさっき食べた、スイーツガンモですかね。いただきます。これはもうあのちょっと照り焼き風の、ね、ソースで、これはもう美味しいですよ。地元のお店と共同開発した富士ガンモイッチ、味付けガンモにキャベツとマスタード、そして特製のトマトガーリックソースが癖になる新名物です。歴史ある富士市のガンモドキ、これからも守り続けてほしい癒しの味でした。まあ、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます、はい、で次の、そうですね、次の自慢のところ行かなきゃいけないんですけども、はい、次の自慢はですね、どこでしょう、大淵ささばから見る富士山はすごくいいよっていう、あ、大淵ささばっていう地名ですから、だと思います、はい、よくね富士市のカレーだとかよく写真家の方がすごくあのそこポイントとして撮ってらっしゃる、あの電柱が ないとかですね。じゃあこれはもう期待していいですね。あ、いいと思います、ね、はい、ただ今日富士山がね、朝はちょっと出てますね、今連絡して雲どかしてくれって言ったので、はい、まあ行けば多分富士山が見えてると思うんですね、はいはい、あともう一つですね、はい、給食の人気メニュー、サイダー缶っていうの。ああ、私が子供の頃はよく食べました、ね、食べました。あの、給食、あ、詳しいことはじゃあ言っちゃいけないんだわあ、私が言ってね、驚かなきゃいけない。あ、そうか、わかりました。そうか、楽しいですよね。わかりました。ごくごくかと思ったんですどうもありがとうございました。すいません、お気をつけて。すいません、またありがとうございました。ありがとうございます。で、三池さん、はい、続きまして、サイダー缶ですね。はい、追加情報の、ね、追加情報の。いやー、すごい情報聞いちゃいましたよ。はい、プシュッ、ごくごくかと思ったら、違うな。という、でも食べ物であることは間違いない。はい、で、子供たちは好きなんでしょうね。ご主人が昔食べたって言ってましたもんね。そうね、子供の頃ね。はい。はい、そうなんですよ。あの今から行くみゆき屋さんというお店で、みゆき屋さんは何屋さんですか。いろいろたこ焼きだったりお好み焼きだったり、ほう、いろいろ提供してるお店なんですけど、そこで作ってるので。へえ、はい、サイダー缶、はい、わかりました、はい、なのでちょっとみゆき屋さんでお昼ご飯ということで。わかりました、はい、ちょっと向かいましょう。はい、サイダー缶、はい、ということで走ることおよそ5分、給食の人気メニューサイダー缶、はい、本当は給食でしか食べられないんだけども、それを扱っているお店があると、はい、いうことですね。それです。さっきのあの岩本木屋のおじさんが子供の頃食べたな。そうなんですよね、食べたということは使ってしまいましたということで飲み物ではないということですよね。そのお店が何でしょうか。ここですか。あ、なんかソフトクリームの、これ、はい、お、お好み焼きソフトクリーム、これは、こんにちは。あ、じゃあこちらからお邪魔いたします。撮影許可いただいておりますので、はい、こんにちは。ああ、お好み焼きをやってるお店なんですね。はい、ふるさと田んぼという番組で、はい、給食の人気メニューサイダー缶というのが情報として入ってきました、はいはい、ありがとうございます。こ
フルネームで言うと、サイダー寒天なんです。サイダー寒天、はい、飲み物じゃなくて食べ物ですね。そうです。これも昔からあるんですか。これはね、学校給食で出すってのは50年ぐらい50年ぐらい前からもう出てるんですけどね。これはじゃあデザートみたいなもんですかね。そうですね。だからサイダー寒天というものは全国的にあるんですよ。あ、そうなんですか。この学校給食を始めた時にこれをあの子供に出したいっていう給食係のおばさんちがあの出したのが、それが富士市だけなんですよね。なるほど、はい、じゃあ私食べてみていいですか。はい、よろしくお願いいたします。宮治さん、はい、その前に、その前にもちろんサイダー缶もいただくんですけど、はい、ちょっとですねこちらのみゆき屋さんの人気メニュー一ついただきましょうか。こちらの人気メニューなんでしょう。今ね、ご当地グルメでいろいろ流行りまして、はい、この辺はつけナポリタンというのをやってる。つけナポリタン、はい、つけ麺から来てますね。そうです。なるほど、はい、じゃあそのつけナポリタン、そうですね、はい、でデザートにサイダーか、はい、あ、わかりました。よろしくお願いします。富士市の名物つけナポリタンにデザートは思い出の学校給食サイダー缶。なんだか楽しいお昼ご飯になりそうですね。三宅裕司のふるさと田んぼこだわり田舎自慢、静岡県富士市の旅。やってきたのはみゆき屋さん。お昼ご飯にいただくのは名物つけナポリタンと思い出の学校給食メニューサイダー缶。お待たせしました。はい、これにつけて食べていただきたい。これはつけナポリタン。そうです、はい。つけスパゲッティっていうのは種類はナポリタンだけなんですか。あのつけナポリタンという名称で登録して、この1種類でつけナポリタンだ。はい、富士市の、ね、あの町おこしのあれ、はい、2008年頃に誕生した富士つけナポリタン。麺はお店によって異なりますが、みゆき屋さんはアサリや玉ねぎ、アスパラとともに塩コショウで炒めた太麺パスタ、そしてスープは豚とトマトの濃厚スープ。酸味も効いたこのスープに麺を絡めていただきます。もうつけて、あれ、うんうんうん、想像よりもトマトが、トマト味が濃い、はい、うん、なるほど。これはあれですね、白いシャツではあまり食べないかもしれないですね。初めて食べるつけナポリタンの美味しさに三宅さんペロリと完食です。完食。お父さん、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。いや、もう全部ペロッといっちゃいましたね。はい、美味しくいただいたみたいで本当にです。はい、ね、見てましたもんね、今ね。そうですね、もう全部食べると思わなかったでしょ。これで、ね、こんなにいいとは思わなかった。これですよ、はい、ね、いや、ありがとうございました。はい、そしていよいよね。はい、わかりました。今お持ちサイダー缶デザートということで、これを下げさせていただきます。ご注文した。はい、はい、その間にちょっとね、静岡のお茶ですよ、ね、これやっぱりちゃんとお茶からちゃんとこれね、一応サイダー缶も世代によって違うんですから、2種類ご用意させてもらいましたけど、はい、40代以上50代の頃は青だったんですよ。青、それが今はグリーンが緑が大体どこか高級食も出してるもんですからね。味で言うと
はね、正直あのかき氷のブルーハワイってシロップありますね。かき氷のブルーハワイとメロンのシロップを使ってます。あ、これメロンは分かるんですけど、はい、サイダーが入ってる。そうです、三ツ矢サイダーでこう混ぜるんですよ。その寒天にサイダーを入れる。そうです。あ、そういうことか。それで混ぜて固めるわけですね。こちらが自慢のサイダー缶。煮詰めた寒天を冷ます工程でサイダーを加えたサイダー味の寒天。およそ50年前、小学校の栄養管理士によって給食メニューに加わったといいます。これは昔ながら。そうですね。あ、上の泡が、そうか、泡ごと固まってるんだ。あ、綺麗ですね。こっきりですね、これ。シンクロライズドスイミングで潜った時みたいなね。あ、今そうじゃない。変わりましたね。アーティスティック。もういいか。じゃあいただきます。うん。サイダーの味が一番グッときますね。その後にブルーハワイでした。ブルーハワイ、ええ、その香りというか、こういうのって懐かしいんでしょうね。そうですね、きっとね。わかる。これでもね、メロンはメロンソーダの味ですよね。なるほど。してあるからちょっと薄味になるから、食べやすいというか、どんどん食べられますね、きっとね。これはだから印象に残りますよね。目からくるこのカラフルな感じが懐かしいなっていう、絶対脳に焼き付きますよね。今でも人気の給食メニューサイダー缶、味だけでなく見た目も心に残るふるさとの味でした。どうもごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。美味しかったです。お腹いっぱいにしました。はい、後でお支払いしますので、で、はい、3つ目の自慢が、はい、大口笹場から見る富士山なんですけど、はい、もうそこは有名ですね。これ有名ですか。はい、今日富士山が見えますかどうか。はい、お楽しみに行ってきてください。ちょっと今までちょっと天気あまり良くなかったんですけど、はい、どうですか、見えますか。ね、富士山って一年として3分の1ぐらいなんですよ、見えるのは。そう、うん、だから朝見えても午後がダメだったり、朝ダメでも午前中ダメでも午後になると見えたり。それですね、今日はそれですね。はい、わかりました。その言葉を信じて行ってまいります。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。失礼します。果たして大淵笹場とはどんな場所なんでしょうか。三宅裕司のふるさと探訪、静岡県富士市の旅。さあ、続いては大淵笹場から見る、富士山って、はい、大淵笹場っていうのは地名なんですね。実はですね、はあ、まあ笹場ってなんとなく緑のイメージありませんか。まあそうですね、笹場、笹の感じが。静岡で、ええ、緑って言ったら絵の具。違います。まあ、静岡といえばお茶ですよね、はい、ということは、でも笹だから、あ、でも笹場が、はい、茶畑。その通りでございます。なるほど、はい、ということは茶畑の向こうに富士山が。そういうことですね。いいですね。はい、なるほど。まもなく着きますね。雲がなくなってるでしょうか。はい、市街地から車で走ることおよそ15分、いよいよ富士山が見えるという自慢の大淵笹場に到着です。大淵笹場、はい、やってまいりました。はい、はい、この上にある、上に茶畑がもうそこからありますよね。そうですね。ここどんどん上がっていくと、富士山が見える絶景のポイントがある、はい、茶畑のばっくり富士山が見える。いや、ここまで青空になったんですけどね、どうなんでしょうか。そのポイントはどこなんでしょうか。で、三宅さん、
こちらの藤田さんという方と待ち合わせをしてますので。さすがに藤田さんだけに。はい、どうですか。あ、茶畑ずっと向こうの山までずっとね、茶畑ですよ。あ、こんにちは。こちらですね、ふるさと探訪という番組で、はいはい、自慢、この富士市の方が自慢をしました。はい、そこに大淵笹場から見る富士山。大淵笹場、笹場。ここ、ここ全部はそうですね。この茶畑が笹場というエリアになってます。なるほど。それでポイントがあるということですよね。写真を撮られる場所。はい。この場所っていうのが、ここはですね、あの茶畑普段は人は入るのは好ましくないんで入ってもらわないようにしてるんですが、はい、この場所だけは写真を撮るために入るのは許してます。ここはこのエリアですね。はあ、じゃあここが最高のポイントなわけですね。そうです。それでここからですね、こう、あの一本木があります。木が一本ある、はい、あれとこっちの林の間にちょうど富士山の頂上がこう見えてます。今雲がモコモコしてますけど、そうですね、それなんかボタン押すと雲がスーッと伸びてるそういう仕組みはね、三宅さんにやっぱりこれからお願いしないとできない。そういう風にしたいですねちょうど富士山はあんな大空なのに、あそこだけが雲をかぶっちゃってますね。でも茶畑も綺麗ですね、これね。でここがね、天然の状態、要は人工物を何も置いてないんで。ああ、そうかそうかそうか。あの石垣もコンクリじゃなくて、ね、あの一生懸命こう石を積み上げて積んでる。そうですね。なるほど。だからこれ超自然だということで、このフレームだね。そうですね。ここからちょうどこの位置ですね。大淵笹場とは、ここ大淵地区に広がる茶畑のこと。電柱など人工的なものに邪魔されることなく、茶畑と雄大な富士山を望むことができる自慢の場所です。撮影に訪れたこの日は残念ながら富士山を見ることはできませんでしたが、これ富士山です。あ、いやいやいや、ほらよかった、用意したの。僕ね、大変だった。さすがですね。だからこれをあそこでこうやって写真を撮ろうみたいなどうでしょう、場所は。ここでいい、行きました。こうなるわけです。なるほど。雲がなくて富士山が見えると。それでははい、元の写真が出てくる。撮りませんでした多くの写真愛好家が心を奪われる茶畑と富士山の風景がこちら。この素晴らしい景観をなくさぬよう、現在は保存会の皆さんが力を合わせ、この大淵笹場を守り続けているんだそうです。でも今おしゃべりしたんで、はい、召し上がっていただこう。静岡のお茶を。そうなんです。いいですね。笹場のお茶です。笹場のお茶。はい、そこの台もなんか、これがですね、皆さんにくつろいでいただく。あ、そこ今行くんですね。そうです、そうです。あ、なるほど。あ、いいじゃないですか。あ、このこうなるわけですか。これがですね、今年の4月の28日に撮った、はい、この木とこの木がこの花です。これ、はい、でその間に富士山がこう映って、はあ、前に斜面が見えるという景色ですね。これ花は何でしたっけ。桃です。桃の花。花桃ですね。いいですね。桃が赤くて空が青くて茶畑が緑って、いいですね。これが
の位置から撮ったやつじゃないですか。そうですわ、先が浜の位置、ね、まさしく木が一本あって、そうですそうです、これがですね、はい、5月3日にこの茶祭りっていう祭りをやります。その時に茶娘さんをミス茶娘を決めて、はあ、でそれが5月3日なんですか。5月3日にやります。毎年やります。そうです、5月3日って知ってますか。笹葉の茶祭りの日なんです。違いますよ私の誕生日なんです。えなんと5月3日生まれなんです。いや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 、縁があるですね。ねえ、今5月3日って聞いて、おれと思いましたよ。そうですか、5月3日がね、ここのお祭りでもう決まってる日にちなんです。あ、そうなんですか。不思議なご縁を感じたところで、笹葉のお茶いただきましょう。こちら笹葉で取れましたお茶、ね、強いですね、お茶のね。いや、うちで飲むとちょっと違うわ。それうちはもっと熱いお湯で入れちゃうからね、甘みがね、なくなっちゃうんですよね。とても甘いです。そしてお茶の香りが強いですね。うん、美味しいです。残念ながら富士山の絶景とはいきませんでしたが、心地よい風に吹かれ、のどかな風景に心癒される素敵な旅となりました。半田隆俊さんの、自慢の場所全部回ってきました、静岡県富士市の旅ですけどもね、最初住宅街にある親子富士、本当の富士山の前にこういう丘ができているというね、富士山見えませんでした残念でした、自慢の2が富士市の甘いガンモの木、これがね、クッキーのような色合いで香ばしくて、中の糖も甘いというね、味付けになってます。お砂糖に詰めた香ばしさがあって美味しかったです。そしてガンモイッチ、これは美味しかったです。もう見た目の通りの美味しさ。そして給食の人気メニュー、サイダー缶というのを、缶に入ってるサイダーかと思ったら違いましたね。昔懐かしい寒天、これを食べてみまして、そして最後に大口笹葉から見る富士山ということで、綺麗な茶畑、人工物が何も見えない茶畑の向こうに、綺麗な富士山が見えるという、そこを、撮影させていただきましたが、富士山は見えませんでした、はい、静岡県富士市の旅、富士山は見えなくても美味しい味と素敵な人に出会えることができた旅でした。次回はどんな人と味に出会えるんでしょうか。できれば景色も。あなたの青空の下、富士山に見守られながら歩いた静岡県富士市の旅。どこか懐かしいふるさとの姿が残るこの街には、愛され続ける郷土の味、そして風景、素晴らしい出会いがあふれていました。皆さんの田舎自慢を大募集中。採用された方には番組特製クオカードをプレゼント。次回の三宅裕司のふるさと探訪は福井県福井市の旅。お殿様が食べた高級珍味と断崖の絶景、お見逃しなく。この番組は心ワクワク夢グループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。